東京タワー屋上遊園地調子ウオスセ21パンダカーは子供養生場式ジャイアントパンダ型電気自動車の通称パンダ以外の姿を模した銅乗り物を含む場合はメロディペット、サファイリペット、バッテリーカーなどが相乗として使われることが多い縫いぐるみ式や塗装式があるコインを投入するとトーリョンセなどの電子メロディが流れるものが主流である 車種によってはメロディの切り替えが可能なものや足が動くものもある。ハンドルの形状は大字型、V 字型、U 字型がある。定員は一部車種を除き、基本的に子供一名。ただし、保護者一名の同情はか、パンダの背中に乗って散歩するという子供の夢を叶えた人気アトラクションであったが、平成以降は低迷期を迎えた。そのため、 新たに製造されることは稀であり、老朽化や閉園に伴い処分される個体が多い。1984年2月に花屋敷の経営にも関わっていた東洋娯楽器株式会社がぬいぐるみ式、バッテリーカー、メロディペットとして犬、ライオンの2機種で販売したのが最初と言われている。株式会社花屋敷が2006年から2009年にかけて8つの区分で、 パンダカーの商標を取得している。浅草花屋敷はパンダカーファンの聖地と言われ、マスコットとしてオリジナルパンダカーグッズの販売を展開している。2016年から花屋敷が開催している夜間イルミネーションイベント、ルミ屋敷ではライトアップされたパンダカーイルミネーションが展示されている。メロディペットは株式会社 A2 レジャーが製造。 販売する遊園地用二人乗りぬいぐるみ型電気自動車の商品名。2019年現在一人乗りのメロディペットミニのみ、販売している。A2 レジャーは遊園地用バッテリーカーの製造、販売を1969年に開始。アニマルバッテリーカーやウォーキーアニマルなどがあり、イベント用に貸し出されている。竹内の調査で台湾の遊園地に パンダ型や犬型が残存していることが確認された。ありがとうございます。